斉藤里志号は日本のテレビ演出家。東京都品川区出身。ダウンタウンのガキの使いやら変で、内での通称は平坊。テレビではビビりでヘタレなのにもかかわらず、人前ではカッコつけたがるというキャラクターである。関係人やディレクターに対して怒るときは、そんなんだからあなた、ディレクターとしていまいちパッとしないんですよ。これだからあなたたちは、 いつまで経ってもうだつが上がらないんですよ。とまくし立てるのが口癖。よく業界用語を多用しており、ギロッポン、熟心、シースー、チャンネルなどの、いわゆる逆さ言葉をダウンタウンの松本人氏の前で発言したことで、松本がテレビで言ったところ品宿を買った。しかし本人は、かっこいいとの理由で使っている。放送作家の高須美が、新人の頃へ一方に、イいひ ちょうだいと言われたが何のことかわからなかったというエピソードがある。通称、平、ポー。名付け親は同期の関係児である。オフィス僕ら副社長を経て、制作プロダクション、ファクト所属。日本テレビ系、ダウンタウンのガキの使いやらへんで。に、スタッフとして初回から参加。番組の企画に参加する際にはタレントらは、平、ポー、平、ポーさん、世界の平、ポーと呼ぶが、 企画に直接関わらない場合は一貫して斉藤さんと呼ばれており、職務上の使い分けが見られる。身長は自称160センチメートルとしていたが、日本テレビ系ダウンタウンのガキの使いやらんで、内での身長測定で156センチメートルであることが発覚した。高校を卒業してからしばらくの間、都内のストリップ劇場でアルバイトを始め、 照明の手伝いなどをしていた。この時、ストリップ場の間から、お豆というニックネームをつけられて、可愛がられていたという。結婚歴はなく、現在に至るまで独身である。楽器の使いで、ときめきデートなどへ、一方結婚企画が組まれたが、全敗している。2015年4月におよそ1年ぶりに、番組に出演した際、以前までの中年体系から、あまりの激汗せぶりに、 心配の声が寄せられたという。これは意図的に体重を制限したためであるという。2年ほど前に心臓弁膜症を患っていることが判明したため、手術を受け、その後しばらく大事をとってテレビ出演を控えて体調を整えていたという。2017年8月2日放送の TBS テレビ水曜日のダウンタウンのインタビューに巣鴨で両親が出演した。 寿司を一口で食べることができないほど食べるのが苦手。コンパを行った際、女性にドン引きされるほど食べ方が汚いことで有名である。身長が低いことにコンプレックスがあり、身長を聞かれると大抵160あるかないかと答える。結婚するなら身長の高い女性がいいとも語っており、大林元子がタイプとも発言している。 楽器の使いでは1990年末、1991年、初頭からスタッフいじりの一環でパーマン2号として売り出される。この頃は出っ歯だったが、現在は差し場。1992年11月8日の放送で、初めて平行のクレジットが出る。元番組プロデューサーの関係時の説明によると、彼はこもるから、斉藤ですが、平行ですに聞こえる。 その後、世界の坂本こと坂本隆一の出演を経て、1994年9月11日の放送で初めて世界の平方のクレジットに。当初は斉藤さん、平方、世界の平方等、故障は一定しなかったが、1990年代末には平方さんでほぼ統一されるようになった。なお、番組終了後のクレジットでは、 本名表記である。番組内では、平坊主役の企画が、たびたび放送されている。楽器の使いで、平坊が主役の企画は、毎回低視聴率を記録するが、スタッフ内での評価は高い。ちょっとした物音がしただけで小動物のように怯え、子供向けの小型フリーホールに乗るだけで、長時間ごねて、隣にいた子供たちにバカにされたり、お化け屋敷に入るロケでは、 長時間後寝た上にパニック状態に陥って他の出演者、スタッフに多大な迷惑をかけた。このような経緯から平方ずっぺら裁判の企画はガキの使い裁判で浜田と並んで最多の5回行われている。この企画ではスタッフらの証言により日頃のビビリスケベ巨言癖などの日々の悪行が暴かれ、その都度開き直って釈明したり、 不可解な弁明をする平法が毎回、売信員らの失笑や品縮を買う、という流れがある。いずれも、有罪判決を受け、夜の廃校を舞台とした罰ゲームや、ホラー映画鑑賞など、恐怖の罰ゲームが執行されるが、罰にはなっているが、僕と視聴者にとっては見れば見るほど、どんどん腹立ってくると松本がコメントするほど、極度のビビリである。このため、 罰ゲームの仕掛け人や鬼ごっこの鬼として登場する場合、役に立たないことが多い。あまりにもビビるため一部の視聴者からは、あれは演技ではないのかとの声もあるが、本当に、正真正銘のビビりであると、ラジオ番組、放送室の番組内にて、松本と高隅津吉が発言している。そのために、 兵法を使ったホラー企画では兵法がビビりすぎてトラブルが起こらないように気を使って怖さをマイルドにしている。特に夜の廃校を舞台とした罰ゲームではスタッフが懸念していた通り恐怖のあまり学校の3階の窓を開けて逃げようとしたため慌ててスタッフらが止める事態となった。ちなみにその後スタッフらと合流した際にはここにこの遠藤肖像を見てはビビり、 骸骨の標本を見てはビビり、スタッフを見てはビビり、自分で足を滑らせてビビり、挙句の果てには床を見てビビり、学校を出た後も校庭に置かれていたメガホンを見てビビっていた。これらの見事なビビりっぷりにより、楽器の使いで、ヘタレキャラとして売っていた、月底縫製の株を完全に奪い取ってしまった。また、楽器の使いにおいて、普段は周りから、 いろいろと突っ込まれてばかりの法制でさえも、平法の企画では他メンバーと同様、突っ込みを入れたり、平法のあまりにもひどいえたれっぷりに唖然とする様子が見られる。同僚の菅谷高須に言わせると、昔はしっかりしていたらしいが、年を取るに従って、へたれ度がどんどん増していったという。自身がメインの企画において、企画に対して不服があると、 ロケに同行している番組のスタッフに MM と不満を漏らしたり、ひどい時には逆切れすることが多々ある。また都会生まれの都会育ちであることから、ロケで田舎町を訪れた際、田舎に対する偏見を持つような発言をすることが多い。2014年、生誕60周年になり、ガキの使いから世界の平方 DVD が五感同時に発売された。放送開始当初は、 ディレクターを担当、関係人が演出から、プロデューサーへ昇格後に、自身も総合演出に、昇格、2017年3月まで、総合演出を務めていた。現在も、アドバイザーとして番組に関わっている。ありがとうございます。